今日はスクラブルです。はい、やっぱりこのゲームはなんかマニアックなゲームよりポピュラーなゲームを紹介している方がやっぱ面白くて、それはつまりこの人がマニアックなゲームにあまり興味を抱いていないというか、まあやっぱり生粋のボードゲーマーとかそういう風じゃないんですよね。だから前作のビデオゲームの本とは趣が全然違う。ビデオゲームは詳しい。めちゃくちゃ詳しい、うん、ですね。だからこういうスクラブルとか人生ゲームとかモノポリとかツイスターとかトリベルパスルートとかこういう話になってるんですよ。社会状況と絡めた語りが、ね、この本の特徴なんですよね。ゲーム自体強いですというわけでスクラブルです、スクラブルはまあ戦後に生まれたんですけど、その起源をたどっていくと1929年まで遡ります。アルフレッド・バッツさんというニューヨーク郊外で住宅製図工をやっていた人がいまして、この人はまあ大恐慌で職を失いましたと。で再就職もままならなくて、雑誌に記事とかイラストを寄稿するとかよくいるんですよ、うんうん、まあ大体 ですが、まあ大体金がなかったと。そこで彼はゲームを作って金を得ようと思い出しました。なんだろうこの男だから忘れ的な気がするんだろうと。で彼はですね、チェスが好きだったんですね。チェスプレイヤー で学位を得たペンシルバニア大学の在学中はチェスチームのメンバーでもあったと。で現代で建築学学位を得ておいてその金欠をゲームで解決しようだから当時そういうのあったんですかね。ゲームで一攫千金だって、うん、モノポリまだですからね、うん、もうちょい後でしょ。そうね、モノポリまだね。で、だけどどんなゲーム作ればいいのかなっていうことになります。でこのバツという人はすごい凝り性でですね、想像力で発明するよりもいろいろまず調べてからコツコツとやるっていうタイプだったんですね。でそこでまず今市場にどんなゲームが流行ってるのかっていうのを調べることから始めました。で彼の調査によればゲームには3つの種類があることが分かりました。まあ、彼が言ってるんですよ。でまずは駒が盤上動き回る移動ゲームです。これは駒が外周を回るモノポリタイプですね。ゲームとあとチェスやチェッカーもこれに入ります。はい、で1個目がこれで、次がビンゴやダイスのような数ゲームです。ビンゴみたいなこと。目的は特定の組み合わせを作る。そうですね、結構、まあ、この分類がいかがなものかというのがあるとして、こういう試みはなかなか面白い。特定の組み合わせを作ることです。もうなんかこの時点でなんか儲からなさそうな気が。で最後が言葉ゲームです。彼が好きな新聞のアナグラムゲームですね。なんかランダムな文字から単語を作るっていうそういうゲーム で彼はですね、チェスのようなスキルゲームはマスマーケットにハイブローすぎるから売れねえだろうと思いました。まあ正しいでしょう。でかといってダイスが彼は嫌いだったんですね。ああいうランダム性が嫌いだったと。でよって作るゲームは運と技術が半々となるべきなんじゃないかと結論付けました。でランダムで配られた文字のタイル、そこから言葉を作るというアナグラムゲームの制作を始めました。しかし問題に突き当たりました。完全にランダムで配られるともう絶対作れないようなことがあるわけですね。なんか Q と Z と W とうんちゃらみたいなのがばっか集まってきて、で単語が作れないプレイヤーが出てくる可能性があります。でじゃあこれをどう解決したらいいかと。で、ヒントを4の5に中から言いましたと。でこの小説の時でまあご存知の通り、まあ、アルファベットで E が一番多いからうんにゃらかんにゃらとかやるわけですが、でこのアルファベットの品質度が基礎になっております。でバッツは文字体のセットを品質度に対応するように作ることにしました。で彼は凝り性だったので大量の新聞を買ってきてですね、これどの単語がたくさん出て、それでどの文字がたくさん出ているかっていうのを一生懸命調査しましたと。はい、で新聞を使った文字品質を調査っていうのは実はバッツさんが初めてというわけではありません。アルフレッド・ベールというモールス信号を作った人がですね、彼がモールス信号を開発するときに品質度が高い文字ほど少ない打鍵で済むようにすべきだと考えました。でベールさんはどうしたかというと、地元の新聞社に行って活字箱を見て、でどんだけのアルファベットがどんだけあるかっていうのを調べたわけです。ただバッツさんはもっと地道にですね、そんなところに多分コネがないので一生懸命新聞を読んで、で一生懸命単語を収集してということをやっていました。でそれで数週間を費やしたと。で記事から単語を抽出して各文字がどれだけ使われているかを記録していきました。で記録はどんどん山になりました。調査を終えてバッツはアルファベットの品質を計算し、彼のゲームの100枚の文字タイルに適用していきました。で彼は自分のゲームを歴史庫と名付けました。ゲームの目的はランダムで取った文字タイルから9か10文字の単語を作ることです。でボードがありません、この時点ではタイルだけです。で歴史庫はゲーム出版社に持ち込まれましたが、どこからも断られました。はい、で仕方なく自分で売ることにしました。はい、1933年、もう着想から4年が経ってます。1933年、自宅のキッチンテーブルで文字をベニヤ板に貼り付けたりですね、タイルラックを作ったりしました。
1934年の夏までに植えたのはたった84個で、制作費のせいで20度の赤字でした。メキシコは十分に良いゲームとは言えず、これは会場が必要なんじゃないかと彼は結論づけました。84個売れたんだ、すごいな、うん、これはなかなかすごい。これは手に入んないんじゃないですかね。これでもまあ手に入ってないでしょ。多分入ってないと思う、さすがに。コレクターがいればもしかしたらっていう感じですけど、うん、いやでもこれはもう本当にこういうのを揃え出したら10万円じゃ全く無理という新聞で初登場したんですが、で長い間この石だけが掲載していたんですが、24年にこれをまとめた本が出ました。でこれマージャンブームの直後なんですね。だフレディ・クリスアンのオンリー・ウェスタレイっていう20年代を扱った本で、マージャンのブームの次の章がクロスワードパズルなんですね。あっという間にマージャンブームが終わって次はパズルだとか言っていうふうになるんですが、でブームとなりました。で20年代の頃に流行ったんです。あ、そうでバッツがヒント、ね、この頃の日本は日本で入ったのかな。2013年にあれやってたよ、あのクロスワード100年、そうなんです。でバッツがヒントを得た頃にはですね、もうブームは落ち着いていましたが、うん、まあ、ご存知の通りその頃には世界中の新聞に載るほど定番化していたと。日本でもやってたんですかね、この頃には。もういやだからその辺はなんか、うん、あの無限に書いてある。無限にどうか。ニコリがなんか、あ、ニコリか。ニコリはそういう歴史をちゃんと調べるタイプの雑誌では全くないですから。そうですよね。歴史編集ですからね。うん、あのニコリは真面目に調べて、うん、日本の最初の初出の雑誌はなんとかとか。うん、おすげえすげえ、うん、今度読んでみよう。で、ま、彼はボードを作ってですね、ボードを格子状にしました、グリッド状に。でプレイヤーを文字タイルをマスに置いて、クロスワードと同じようにすでに盤上にある単語と齟齬がないように新たな単語を作っていかなければなりません。いやもうね、本当苦労しましたよこれも。懐かしい。何をですか、このゲームやってたの。これ次 の, あのスクラブでやった。あもう無理やりね、この単語あるに違いないとか言って。クラブって日本に入ってるんですか。あ、ある、スクラブ協会もあるよ、うん、ある、うん、この間大会出た吉祥寺。あ、そうなんですか、ですかスクラブは、うんうん、あれなんか英語の教育みたいな話で流行ったりする、ね、うん、割と英語のなんていうんでしょう、あの学校とかで、うん、そうそういう意味でも使われるけど、本当のこと言うとあんまり英語の勉強にならないんだよね。出てこない単語ばっかり。そうなんですよ、ね、辞書片手にね、でこの単語あるに違いないとか言ってここ作って今でも覚えてるジャミート、はい、自分でジャミートっていう単語作ってこれあるに違いないとか言って。なかったよ。オフィシャルスクラブルディクショナリーってあるんです。いやいや、私が持ってたのはコンサイスのやつだったんで、ジャミートはなかった。くっそ、絶対あるに違いない。で続けます。で得点システムにも改良が必要でした。彼は品質調査に基づいてどの文字が使われていれば何点になるべきか計算していきました。 A や E みたいなない、まあ、よく出てくるのは1点で、もうちょっと出てこない C や P は3点、最もレアである Q と Z は10点。よくできてます。調査の賜物です。はい、素晴らしい。で、戦術的なひねりも加えられました。ボードには特別マスが作られて、手番でここに文字タイルを置いた時の得点は2倍とか3倍とか、そういうマスが作られました。でこの会場に数ヶ月を要しました。ボードサイズとか特別マスの位置とか得点とか、スタート位置はどこにするとかとか、あと空白のオールマイティタイルとか、こういうのを付け加えたりしていろいろいじるのに数ヶ月。そしてついに1938年にゲームが完成しました。もう10年近く経ってますね、最初から。でこの時ですね、強行が終わってすでにバッツの古巣の職場は彼を再雇用していました。スクラブルが生まれないところだよな。で、彼は最初このゲームをイットと名付けたんですけど、これじゃ売れねえなと思ってすぐにクリス・クロスという、まあ、どっかで聞いたような感じの名前にしました。で新たなゲーム売り出しを開始したんですが、完全に口コミに頼っていたため結果は寂しいものでした。たまに注文が入ると文字タイルを注意深く作って、ボードを作って、ルールを刷ってみたいなことを100回くらいやった時点でもう嫌になった。バッツはギブアップしてしまいました。もうほとんど誰もゲームを欲しがってないし、これ作るのすげえ見入り少ないし雑用だしみたいな感じでもう嫌になったんですね。で彼はゲームをしまい込んでしまいました。そして時は流れます。二次大戦が始まって終わり、バッツはたまにこのゲームを妻や友人とプレイすることはありましたが、大抵は棚の奥にこのゲームはしまわれたまま忘れ去られていきました。で普通だったらこのまま消えてしまうんですが、1947年、バッツはジェームズ・ブルーノと名乗る男から連絡を受けました。ブルーノさんはコネチカットで羊農場に住んでるんですけど、仕事はニューヨークのソーシャルワーカーだったそうです、はい、ですげえ通勤時間が長いと。でこれがもう嫌になったので新しいビジネスを探していました。でバッツの知人のもっと他に考えるべきよ。もうそう思うんですけど、結構皆さん欲望に忠実です、うん、やっぱゲーム作るような人はね。考え出したいや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 、よくわかりますよ。
で知人のソーシャルワーカーからクリスクロスこんなのがあるぜと教わって、でこれは今生産していないと、それを知った彼はチャンスだと考えました。でついにゲームに興味を持つ人物が、まあ、初めてですよね、現れたことにバッツさんは喜んでブルノとロイヤリティ契約を結びました。悪い意味でのアニマルスピリッツが入ってますよ。で、ブルノさんはここでルールの改変をちょっと行います。手番で7枚のタイルを聞いたら50点になる。でスタートマスを2倍得点マスに変更する。そしてここで初めてスクラブルという名前がゲームにつきました。そうですね、1947年がスクラブルの、まあ、出版年となってますよ。これいいあれだよね、あの改良だよね。そうですね、いい改良だと思います。で1948年の夏、ブルーノは地元の木工業者と文字タイル作成の契約をして、でボードの印刷を印刷業者に発注しました。でそれを組み立てるのはしかし自宅のキッチンテーブルです。で一生懸命作っていくと、なんか身につまされてで制作後ブルーノには広告費に回せる金はほとんどありませんでした。売り上げはあまり伸びませんでした。まあ、それでも今までとは桁違いで1949年に2400個、すごいよねこれ。でもそれ以降は落ちていきました。1951年に5000個売り上げました。でもそれでも赤字でした。で、作成ってはおかしいんじゃないですか。おかしいんだと思いますよ。でも真面目にビジネスをする気はないような気がするんですけど、やっぱり適当になんか作って売ってる感じが痛めない。5000個売れて赤字じゃもうダメでしょ。そう、どういうことなんだろうですけれども、1952年の夏、もうブルーノさん辞めようかなと思っていたんですけど、ケンタッキーに1週間休暇に行きました。そこから帰ってくるとなんと2500個の注文が入っていました。で次の週には3000個の注文が来ました。で翌週にはまた増加とバーッとブームが来るわけです。何が起こったのかブルーノには分かりませんでした。まあこれ著者も分かんないと言っています。でまあ考えられる原因としては、水滴のように溜まっていた売り上げが基地を超えて一気に爆発したのだろうか。でまた噂として、メイシーズ、あのデパートのメイシーズの会長であるジャック・ストラスが休暇中にスクラブラを遊んで、で復帰後自分の店にこれを置くようにしたっていう噂もあります。ありそうな話ですね、これ。まあ、実際メイシーズはこう置き出したらしいので、ありそうな噂ではあります。で大量注文の構図やブルーノを押し流しました。家は箱とボードとラックとモジタイルで埋め尽くされましたで場所を移して旧校舎に移したんですけど、そこもあっという間に埋まってしまったと。でまた場所を移しまして、で35人の従業員が週に6000個を作ったんですが、それでも追いつかなかったと。でもこれはやってられんということで、1953年、ブルーノはゲーム出版社であるセイチュー&ライターとライセンス契約を結んで、自ら制作するものは10ドルのデラックス版のみに絞ることにしました。これはなんか革製の箱とかに入ってるわけです。で10ドルでデラックス版、10ドルデラックス版ですね。まだ52年ですからね。で53年か。でこの S&R セイチュー&ライターでさえも需要に落ち着くのは大変でした。1954年末までに400万個売られました。400万か、すごい、すごい。その後落ち着いたんですが、50年代通じて年間100万個を下回ることはなかったと。何が起きたのか。いやでも一家に一台っていうね、まあ確かにね、悪いゲームじゃないんですよね。全然なんかあってもいいかなと思います、普通になんか食後に楽しめる英語話者なら、英語の勉強よりはなんかこう、ちょっと一回その3文字の単語を探すと、そうそうそう、クロスワードのパズルで日本語勉強になると誰も思わないよね。思わない、ないね。いやなんかほら、やっぱりそういう手で遊べるじゃないですか、そう。で面白いから、いやよく英語の授業とかでやるでしょ。やりますよ。でスクラブルが国中のブームになると、まあ、どの単語が使えるんだっていう当然疑問に思うわけです ね、まあ、ね。でそういう質問にブルーノさんは取り囲まれるわけです、パ、まあ、パパですね。パはいいんですか。ウーシュ、ウーシュってなんだっけ、なんかそういう言葉なんですけど、アスピリン、アスピリンはトレードマークだからダメなんですかみたいな、そういうのがいろいろ出てくると。で当惑したブルーノは常にこう答えました。いやもう何でも使っていいんだよ、これって遊びなんだからさ、みたいな。そういう問題はでも言語ゲームには本質的によくあるんですよね。でも公式スクラブ受賞全部どこかしたらスクラブ強くなるってことですかこれその後そういう話が出てきます。スクラブのうまさはもう日々あれ読んでますよ。うん、あれ読まないと話にならんっていう話です。俺見たことするんですけど、チャレンジっていうルールがあるから、人が言った単語が辞書に載ってるかどうかをチャレンジで言うんですよ。じゃあ全然ゲーム、チャレンジされたらでもゲーム性違いますよ。競技のスクラムは、はい、家庭でやってるスクラムと違いますだからクイズ番組に出る人がクイズの知識を身につけるみたいな、うんっていうか、でももうちょっとね戦略的です、その話はスクラムの
うまい人に聞いてください。で、ここでブルーノは公式スクラブル辞書を作りたいっていう辞書出版社からの構成を受けました、うん、でメリアムウェブスターはなんと試作版までウェブスター来るんですよ、送ってきました、ね、定義なしと膨大な単語でした、まあ、辞書って言っても定義はないわけですね、当たり前ですから、ね、定義ない辞書、定義ないですただの単語リスト、意味書いてないの、まあ、要するに組み合わせのために必要なだけだから、あるかどうかだけ、でもある言葉じゃ入れてダメなんでしょ、もちろん、もちろん、うん、言葉を作って入れてダメなんでしょ、もちろんダメです。でブルーノはスクラブルワードガイドという本の発行は認めました。これはスクラブル強くなるのに役立つだろうっていうふうに著者2人なんですけどが考えた3万語の単語リストです、はい、ただし公式スクラブル辞書はちょっとそれブルーノは首を縦に振りませんでした、うん、でライフのインタビューでから答えています。これはただのゲームだ、楽しむためのものというか、ライフにインタビューされるされるわけですよ、数百万を言う、ちょっとさっきの議論と結びつくみたいなしますね楽しむためのものなんだ、そういうなんかオフィシャルとかつくんじゃないみたいな、ああなんか私も作ろうかな、でしかしながら現在では英語のスクラブル世界には、まあ、英語以外にもスクラブル世界がある、うん、わけです。で2つの公式多くの素人言語学習を生み出しました。固有名詞であるか一般語であるか、うんうんうん、略語かそうでないか等々のさまざまな議論は、例えばバックヤードは正しくは津田げたバックヤードである等の主張だしとか、まあ、こっちの方が点が高いですからね、そうね、あっちも言ったから長い間忘れられた語であるガーディールー、これはなんかエジンバラですね、まあ、向こうは下水がなかったわけですから窓から汚物をバッと投げるわけですがそれをその時に注意する言葉だそうです。そういうの辞書から探し出してきてですね、でこれは使えるんだみたいなことに言う素人言語学者が、ね、出てきたりしたらしいです、はい、でシリアスプレイヤーの間では高得点な文字を含む単語を探し出すことが名誉となりました。ゲームで有用なだけでなく、まあ、チャレンジしてくる対戦者にはこの辞書ここに載ってるぜって言って見せればいいだけなので非常によろしい、これはルール化されてるのみんなで巨大なウェブスターの第2版とか、いやだから肌肌しやすだ、昔はなんかちょっと意味が違うのね、ゲームではね、スクラブディクショナリーっていうのはイエローブックスって黄色いのが何年版何年版ってありますよ、うん、本当にでもこれだとエスペラントみたいに造語作っていいって言葉で全然成り立たない、造語は作っちゃダメよ、はい、あくまで既存の辞書にあるの、マーティールすごいですよ、ジニアスぐらいの辞書も載ってるんだ、あ、それすごいですよね、ジニアスによってスクラブルによってプラスじゃなくてメジャーになったり、あれそれリーダーですか、いや、ジニアスに載ってるのはすごいよ、割と有名な単語なの、そうかな、でバツさんの完璧主義は何世紀にもわたる、侵略と征服にある英語の乱雑、まあ、英語って本当乱雑ですよ ね、 そこには手が届きませんでした、辞書が最適の解決策でした。しかし今現在2つの辞書があります。なんで2つあるのか、これはですね、もともとブルーノがスクラブルを手放した時に端を発します。1971年、彼は北米での権利をセーチアンドライターに100万ドル以上で売却しました。それまでに他の地域、北米以外の地域では、権利はロンドンのスピアーズゲームズに売却していました。ここで2つできる。で、バッツもこのもともとのバッツさんもこの取引から十分な利益を得ていました、まあ、いくらかはよく分かりませんが、彼のロイヤリティは100万長者の豪邸を買うことではなかったけども、快適に人生を過ごすには十分な収入を得ていた。いいですね、この手の話じゃ珍しくこう全員ハッピーになってるの、この本のいいのは、ね、ちゃんと、ね、デザイナーがこんだけ儲けてこんくらいやりましたってのをちゃんと書いてくれてるんですよ、ツイッターとかめっちゃ儲けてるんですよ。で、北米での権利を得た後にですね、S&R はおそらく1972年のフィッシャー対スパスキーのチェス世界戦に影響されて、これ多分モノポリーも影響されたって書いてましたけど、うん、アメリカ選手権を行うことにしました、うん、これね、これ日本だと話題になったんですか、フィッシュ&スパスキーって、いや話題になってたよ、あ、相当、それは話題になりました、うん、だって日本大会もあったじゃないの、ありましたっけ、うん、あ、そうなんだ、で、もうスクラブの話だよ、いやフィッシュ&スパスキーの話です話は話題になってましたよ、うんうんうん、なんかアメリカと大体これに触発されて世界大会やりますみたいな、いやもう、うん、とにかくこの世界では大騒ぎだった、で、目的はこのゲームを競技的にプレーされる知的なスポーツとすることでしたと。で1973年3月にまずブルックリンで最初の公式トーナメントが開かれて、数ヶ月後では全米でのトーナメントが行われました。対して、ロンドンのスピアーズも同様のアイデアを抱いてイギリスで大会を開いていました。大会両者ともに成功で献身的プレイヤーのコミュニティを形成しましたと、
ですが競技にはルールが必要でありこのゲームの語彙問題への答えが必要でした、まあ、だから最初は辞書なしでやってたんですよね、うん、よくやりましたよね、うん、でそうして辞書が作られることになりました。 S&R はミリアム・ウェブスターに依頼して数年後の78年公式スクラブルプレイヤー辞書が発行されました。で10年後あの北米以外の英語地域はチェンバース辞書を元にした公式辞書を手にしました。割れたんですね。割れましたここで親会社が別で辞書も別になりました。で、この辞書には外国語も固有名詞も定義もありませんでした、単語とその特典だけが記されています。特典が書いてある。書いてある、ガーディルーは、下水道普及以前の生活を明らかにする言葉ではもはやなくそれは13点意味載ってないですからね、まあ、意味載ってないし分かりもしないですよ、ね、まあ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 、まあ、分かる必要もない、単にそう組み合わせの問題だから、問題です、で単語とその特典だけを覚えれば良いのであればその言語を話せる必要はありません。実際2015年のフランス語スクラブル世界選手権発射はフランス語でどうにかランチの注文ができるだけのニュージーランドで言いました、うん、これ本当すごい。このナイケル・リチャーズという人は英語スクラブルの世界タイトルを3回取ってる人なんですが、彼はフランス語選手権に出るときにそれに備えてフランス語スクラブル辞書の暗記に9週間を費やした。9週間で覚えられるんですか、ね、うん、まあ、やっぱ相当な才能ですよね。これはていうかあのそのままフランス語覚えれない。そんな才能があるんだったらフランス語しか書いてないフランス語覚える必要ないですよ、まあ、フランス単語の、配列を覚えるわけ、いやいや要するに得点を覚えるわけだから得点を覚える必要ないでしょ、まあ、計算しても覚える時期もあるから、まあそうだそうだ。でリチャーズさんは、スクラブルが言語ゲームではなく記憶と数字のゲームだということの生きた証明です、うん、まあ、家庭のゲームと、まあ、この競技的ゲームは全然違うということですね。で、こういうプレイヤーにはコンピューターキングが多いんだとチェンバース、まあね、まあ、確かに多いんですよねチェンバースから変わって2003年に公式辞書の発行も整ったコリンズのマネージャーを話します、うん、いや個人的にはそのコンピューターキングのためのボードゲームってちょっと多すぎるような気がしていてあんまり良くない傾向だなと思ったんですけど、あのね、ちょっと誤解があって本当のスクラブルはもうちょっとなんていうか戦略的です、うんうん、つまりあの乗ってるか乗ってないかギリギリの単語を出すんですよ、うん、でチャレンジを誘うんですよ、うん、一応駆け引きがあるんです。駆け引きが。でもこういう本当にこの世界選手権レベルの人たちはもう前半期が当選なんじゃないですか。いやもうだからしょっちゅう読んでるんですよ、うん、だって私だって二文字単語は一通り、勉強しました。そんなことだったんですか。いや二文字単語って大事なんです。いや確かにそうなんですよ。いや二文字単語ってあの単語かどうかよくわからないのは確かにちゃんとやんないとわかんないですよ。それでね何個って決まってるんですよ二文字単語は、うんうん、娘ふさこせの世界ですよ。あ彼もスクラブルの辞書なんてスクラブルにしか役に立たない。いやもちろん全く何に役立つんですか。いやそんなこと言ったらあのスーパーファミコンそんなこと言ったらねマリオブラザーズの攻略本だってねそれしか役に立たないと思う。まあ同じなんですよ。こういうコンピューターギーかプログラミングに入れ込んでて論理思考力が高いと。で彼らにとってこのゲームは特定の戦術が全ての、まあ、当たり前なんですがゲームが特定の戦術が全ての当たり前なんですがそれは家庭のでやるスクラブとは全く違うのだって。まあ、まあ、なんかドイツゲームに持ち込んでほしくないんですよね。なるほどまあ、まあ、ボードゲームギークですからね、うん。でゲームにとって言葉は得点手段です。それ以外のものではない、トッププレイヤーたちは常に新たな言葉を探してそれを辞書に入れろというふうに要請します。新たな言葉を辞書に入れるに際しこの北米版とそれ以外の辞書は異なった思想を持っています。まあ、すごい面白い。面白いです。もうすっごい面白い。何を言ってるんだってぐらい面白いですで今日北米での権利を持つのはハズブロです、うん、まあ、セルチアンドライターハズブロが勝った、うん、ハズブロで、それ以外はマテルです、うん、もう二大巨頭です。で、マテルと組んでいるつまりまあ北米以外のコリンズは4年ごとに辞書を改訂しています。あれコリンズあチェンバースになってコリンズチェンバースがここで変わったんです、ね、途中 で、単語リストから正当性を持つと、判断された言葉が辞書に追加されていきます。その単語リストをどうやって作るか。これは世界英語スクラブルプレイヤー協会、ま、謎の協会が登場してやってるんですね。彼らはスクラブルのエキスパートプレイヤーであり最終的に辞書への追加を判断します。でマテルはこの過程には参加していません。これはまた偉い、うん。ところが北米ではですねプレイヤーたちは辞書作成に参加せず全てメリアム・ウェブスターが決定します、うん、ただしここで初ブラ口を出します。どう口を出すかというと攻撃的な言葉が加えられてはならないというこれです。まあ、まあ、致し方ないかな、アメリカだなっていう感じがしますね、うん、これはまあ、うん、嬉しくはないけれども、うん、まあ、許容されるから。でこれなんでこういうことが始まったのかと言いますと、うん、北米スクラブル辞書の浄化はですね90年代にホロコーストの生き残りの人がハイプっていう言葉なんかユダヤ人の別称らしいんですけど、うん、ユダヤのみたいな。でこれを公式辞書に発見したと、うんうん、でこれで抗議してで他の団体とかも抗議して、うんうん、パツブロ抗議を受けて175の問題のある単語を公式辞書から抹消しました、うんうん、でこうした攻撃的な言葉の消去はパツブロが学校や家庭向けにこの辞書を進めているからだというふうな指摘もされています、うんうん。
で、本当だ、武将だ、ユダヤ人の武将ですね。コリンズはこれとは異なります。より多くの言葉を求めるというプレイヤーの要求に応えるっていうのもあるんですが、まあ、あのコリンズの人はこれ辞書界の趨勢に従ったものであって、そもそも50年代以降辞書編纂は規範的であるようにも旧世紀、まあ当たり前のことですよね、今となっては旧世紀であるべきだっていうのが主張であるので、それに従っているだけであるということを言います。はい、でここで単語数を比べてみますと、コリンズは26万単語を収録しているのに比べ、北米は19万を下回ります。これはつまりあの攻撃的な言葉を入れても全然及ばないわけです、うんうん、北米版は。で、これは北米のポッププレイヤーが、ま、あの各年各年あの2年に1回です。で行われる世界戦に参加するときに障害になります。もちろんですね、はい、世界戦はじゃあ北米ルールじゃなくて、うん、英語、マテルルールであるみたいです。そうだね、うん、で結果として北米スクラブルプレイヤー協会はいくつかのアメリカトーナメントではもう初ぶりに頼らずコリンズ辞書を使用するようにしています。うん、現在アメリカのトーナメントレベルプレイヤー1500なんか少ないんですけどね、うんうん、のうちコリンズを使用する者は200人しかいない、その数なんかめちゃくちゃ少ないんですけどね。少ないですね、うん、あとちょっと現在って異常ですね。もうこれ2017年の本です。これ一桁間違えたかな。いやでも、ね、確かにね、アメリカの出身の優勝者って少ないんですよ。だからどうしてかなと思ったら、まあ、トーナメントレベルってどれぐらいのレベルっていう問題はありますけど、ね、トーナメントかなり行われてるらしいんですけどね、うん、行われてます。で各あのさっきフランス語出てきたけど、それぞれの言語のスクラブルが、日本語のスクラブルっていうのは私作ったんです。で日本語っていうのはスクラブルに全然向かないんですよ。なぜかっていうと音節言語だから、うん、だから私の作ったのはローマ字、うんうんうん、ローマ字だとゲームになるよ。もうどっかお尻にしまってるから。確かにそれはなりますね。あ、オリジナルでアーカイブに入れてもらうかもしれない。ああ、それはね、まあそれならローマ字ね、ローマ字スクラブの面白いかなとかでもできるでしょ。カナ、はね、できすぎちゃう、うん、あ、だって2文字の適当なカナ作ってると全部単語になりますよ、日本語は。あの訓練式、ね、訓練式、うん、だから C って出てこない、うん、SI、うん、なるほど、正しいですね。はい、スクラブル由来のゲームだと文字ピッタンは完全にスクラブル由来のゲームだと思いますけど、ね、あ、そうだよね、あれスクラブル、うん、ただまあやっぱり日本語向けのアレンジはかなり入ってるゲームですよね。だってカナだからね、うんうん、だからあのローマ字やればスクラブルっぽくなる。でこれなんでこんなに差があるのか、あの収録数があるのかといえば、コリンズはあのアメリカ英語、イギリス英語、アイルランド英語、オーストラリア英語、南アフリカ、インドまで、うん、もう世界で話されている英語からなるべく多くを収集するというのが基本なんですね、うんうん、でこれに対してメリアム・ウェブスター版はアメリカとカナダの英語だけに絞っている。スクラブルのような世界であってもこの辞書においてはイギリスの方が偉い。いやでもやっぱりあの今辞書ってどのレベルでもイギリスの方がアメリカよりもなんか偉いじゃないですか。偉いんですよ。OED が、OED はちゃんとなんていうか更新してるのに、メリアム・ウェブスターってだって1960年代から更新してないじゃないですか。 OED ってついに紙版出すのやめて全部なりますよ。まあ、CD ロム版、まあ、ロム版でも出しますから。ウェブスターなんかずっと更新してないし、うん、でカレッジ版のディクショナリーもそんなになんか2003年で止まってるし、うん、イギリス人はなんか辞書がすごい好きって感じ。まあ、好きですね、ものすごい好きです、ね、アメリカ人は辞書好きじゃない、好きじゃない、やっぱり辞書ってナショナリズムだからね、うん、あのそうかもね、うん、アメリカだとあんまり我々のもういいじゃんみたいな、ね、我々のちょっと英語を作ろうみたいな話はないんじゃないですか。、うん、やっぱフランスとかもすごいじゃないですか、プレイングリッシュみたいな発想になってくる、うんうん、だからね、A だけで一冊とかは考えないわけですか、うん、こんな経緯があったとはね、非常に面白い、ね、面白い、ね、スクラブルのプロはスクラブルで食えるんですか。食えないでしょ。お疲れ様でした。じゃあ